こんにちは、月下子です。続きの動画を早くアップしたいので、今回もスライドになります。ゆっくりアップして大丈夫な動画はまた実写で撮影しますので、お待ちいただけると嬉しいです。今回は関明夫さんの緊急クエスチョンから月とエヴァンゲリオンに注目してみました。関明夫緊急クエスチョンハッパーでは、エヴァンゲリオンが大きな位置を占めています。ウィキペディアで渚薫について調べてみると、もともとの設定として薫を一時ずらすと終わり、つまり最後の使徒であること、渚を分離して死者使徒であることと死者死をイメージしていることが記載されています。エヴァンゲリオンに詳しい方によると、これは月面基地で地球を背景にしているシーンなのだそうです。月関明夫さんの動画は新月と満月のタイミングでアップされており、月を意識しているのは明白です。そして死と生、ハッパーはヘブライ語で命、生きるものという意味です。ゲマトリア数秘術でハッパーは19、人類はサタンとリリスの子である第18使徒なのだそうです。そのためアダムとイブの子である第17使徒までと戦う定めにあります。18666人類、666ヘブライ語ゲマトリアで WWW を表しています。666の世界は人工知能に支配された世界、私たち人類は第19使徒へと進化しなくてはなりません。人工知能にはない、人類にしかない能力、それが宇宙意識につながる能力、第7巻。月は占星術において潜在意識を表しています。また、エヴァンゲリオンの少し後に放映された同じガイナックスのアニメ、グレン・ラガンはご覧になられたでしょうか。このアニメでは、人類は月に監視され、地表に一定数の人数が認められると破壊プログラムが作動します。月による監視、月面にフリーメイソンのロッジがあるという噂はご存知でしょうか。アポロにもフリーメイソンのメンバーが登場していたとか。2019年はアポロ11号が月面に着陸してから50周年の節目でした。2019年のエリザベス女王クリスマスメッセージでは、アポロ11号の宇宙飛行士の写真も登場しました。これを2本の柱と読み取った方がいました。フリーメイソンの柱といえばソロモン神殿の夜勤とボアズ、そしてアトランティスの手前にあったというジブラルタル海峡のヘラクレスの柱。私の他の動画をご覧になられている方は、何が言いたいのかピンときたのではないでしょうか。フリーメイソンの総本部はイギリス。スウェーデン現象の裏にはイギリスがいるか。複数のジャーナリストがイギリスの暗躍についてたびたび指摘されています。あの中国でさえイギリスに操られていたとか。それを善悪という卑近な解釈で論じるべきではないのではないか。サタンとリリスは悪魔なのだろうか。アダムは命の木を、リリスは知恵の木を象徴しているのだという。2019年12月26日、金環日食。月が太陽を隠すとき、そしてクリスマスメッセージ。エヴァンゲリオン新劇場版は、新しい世界を生み出すための土台、序波球、雅楽や能楽の舞台構成を表す。コアを持つ異なる生命が融合することにより、この世界の理りを超えた新たな世界が生み出される。九は物語の終わりを意味するが、九は始まりを意味する。2020年1月31日、イギリスの EU 離脱。スコットランドは EU 離脱反対を掲げて独立を目指しています。新たな時代が始まる。新たな世界を作るのは